カンボレバインは、フランス、ヌーベルイコールは規定の地域圏、ピレネアトランティック圏のコミューン。カンボレバインは、フランス領バスクのラブール地方に属す。スペイン国境まで、約15キロメートルと近く、自動車で、約30分で、コートバスクに着くことができる。アドゥール川の支流ニーブ川が流れる。スパ関連の職業に着く人が1000人を超える。 スパの他17カ所の保養施設がある。残りの経済活動は農業と園芸である。カンボレバンで生産されるエスプレッドには奥が付けられる。カンボレバンのスパはリウマチ、変形性膝関節症、運動器障害に効能があるとされる。スパの建物は1926年に建てられた新古典主義建築で15ヘクタールの庭園もある。 18世紀初頭、定期的にカンボのスパを訪問したのは、スペイン王カルロス2世の未亡人マリアナであった。カンボは、1235年に出された、バイオンヌの特許状大帳に記載されている。1350年には、カンボは、1501年に、バイオンヌの検証の中では、コインベ、1650年に、カンボ、1757年には、 バイオンヌ主教座の文書で、サンクトゥス、ラウレンティウスでンボフランス革命中の1793年には、ラモンターニュと呼ばれた。歴史家ポール・レーモンは、ラール・ソウルの教区がンボに併合されたと記録している。1790年3月4日の法令で、フランス国内は、県と地方行政区画が一新されたが、この時ベアルンを分割して、バスピレ名県が誕生した。 バイオンヌ、ビダッシュ、フランス領バスクの3地方はガス購入に含まれた。フランス領バスクにはラブールの大観区に代わって3つの地区ができた。モレオン、サンパレ、ユスタリッツである。地元観測者の力を抑えつけるため、ユスタリッツの地区機能は直ちにバイオンヌへ移された。多くのコミューンは革命の精神に沿って解明が行われた。カンボア、ラ・モンターニュ、 アイノアは、メンディアルト、ユスタリッツは、マラシュルニーブ、イチャスーは、ユニオン、アルボンヌは、コンスタント、サンテチエンヌドバイは、テルモピル、サンパレは、モンビドゥーズといった具合であった。1790年、カンボア、アルスーとイチャスーを含む、将軍庁所在地となった。恐怖政治が、頂点に達した1794年、イチャスーから47人の若者が脱走した。 公安委員会は彼らを逮捕して、男女、幼い子供を含む一部を、スペイン国境に近いその他のコミューンと同じく、アイノア、アスカン、エスプレット、イチャスー、サール、スライドといった、不名誉なコミューンへ、強制送還した。1794年9月の法令で追放が、解除され帰宅が許されても、彼らには、困難が待ち構えていた。まず第一に、 自由の身となった彼らに空腹を満たす手段がなかった。そして人里離れた場所にあった彼らの家は、略奪に遭い、家財道具が持ち去られていたのである。フィリッペ・ビリン、レバスク、アルト1975、ページ168。フィリッペ・ビリン、レバスク、アルト1975、ページ187。ありがとうございます。